なな。なななななな。なななな。な。Oh, it's so quick. Love it. Close your eyes, take my hands. Yes, okay. Close your eyes, take my... Okay. Oh, in between here. Come on, with Tai Tai Kudo. 3月27日土曜日、時刻は10時を過ぎました。こんばんは、ダイスの工藤大輝です。さあ、卒業式に告白しましたよ。え、卒業式終わって同じ方向チームで帰ること多くなるじゃないですか。おーおー、帰ってる時にもう絶対同じ方向だって分かってたから、うん、ファッと呼び出して、うんうんうん、すげえ近所のスーパーの裏ぐらいで告白したんですけどね、うん、玉砕。空前絶後超絶怒涛のオタクリーダー、オタクを愛し、オタクに愛されたい男、アニメ、アイドル、漫画、すべてのジャンルをリスペクトしてやまないこの私が、サンシャイン。アウト。ああ、助けて。もうやるから。やばいやばい。もう来い。とりあえず。どんまったように。一回二人倒すんだ。二人？え、待って待って。俺関係ある。怖いなんて絶対私はダメだよ。え、俺関係なくない？いや、あれはバカだけど、あれよくやる。おられねえ、やっぱりってなんだよ。おい、やめろって。何やめろって。どういう編集だよ。ええ、いいじゃん。ちょっと面白いかも。ええ、いや、通り壊してない。だって俺壊してない。なんか時間ないですね。でもまあ30代になるということで、真面目に生きていけたらと思いますし、まあ、一個一個のことを、真面目に、取り組んでいけたらなと思ってます。はい、ま、真面目にですね。そうですね、はい、やっぱり一つ一つ大切にしていこうという気はすごくあります。はい、さあ、つけようかなと。はい、はい、OK、 ありがとうございます。どうでした、歌ってみて。お前何なん。え、はい、大変緊張しましたけども。緊張した。緊張しましたね、やっぱり。はい、最後あんな決め顔しといてですか。いやいや、絶対に嘘だ、そんな緊張なんて。いやいや、だってさ、どうすんの、緊張してて顔なんかこんなのすら怖いでしょ。そっか、でも だってね、普段あんま歌う機会ないですもんね。やっぱそうですね、僕パフォーマーなんで、なかなかやっぱ歌は、ね、ツアーとかお兄ちゃんはやってますけど。いやー、発表されましたけどね。発表されてますけど。え、大変そうですね。お兄ちゃんのツアーは発表されてるけど。お、はいはい。あなた歌えないもんね、ほんと。僕は全く歌えないです。あんま歌えないもんね。はい、僕は作るだけでございます。声も似てるし、なんなら髪型も同じですよ。まあ、双子なんでね、そこは。はい、って言って、手とか言うな、お前。この規模感で言うな。あ、みんなにバレちゃう。この規模感はダメだ。正直、そろそろ面倒くさなってるんちゃう。
あれ？そんなことはない。やっぱりもう、あ、やっぱお兄ちゃん。いやもうそこはほら裏切れないよね、お兄ちゃんを。まあいいですね。そんな感じで。